あれ、なんか綺麗に、さっきまで綺麗に入ってたのに。ああ、なるほど。アンジさん、落ち着いてきましたか？落ち着いてきました。今日はアンジさん初登板で、ここデビューなので、ちょっと緊張してるみたいですけど、大丈夫ですから。私も緊張してますから遠藤さんバッチリですよね。遠藤さんバッチリ。あ、星さんが来た。こんにちは。っていう私も実は非常に緊張します。緊張するんですよ。初めの出だしはやっぱり。いやいや、で、喋り始めると、だんだん、こう、気分が乗って大丈夫なんですけど、最初はやっぱり、なかなか難しくて。もう、アンジュさん、どっかでいろいろ喋ってるじゃないですか。
ちなみにアンジさんのアンジっていうのはなんか由緒はあるんですか？ない。変わってますもんね。のでなんか変わった名前の人は由緒があるって聞いたことがありますけれども。あ、そっか、そうかそうか。女性の人はそうか。はい、どうも握手、拍手、拍手じゃない、いや拍手、ありがとうございます。今日アクリル板を立てていただいているので、一応マスクは外して喋らせていただきます。定談始める前にですね、皆さんスマホの方大丈夫でしょうか。もし差し支えなければ電源オフもしくは、マナーモードの方にしていただければいいなと思っております。アンジさん大丈夫ですか。はい、遠藤さん大丈夫ですか。はい、それでは始めさせて、いただきます。私とですね、遠藤さんは東京から、私は埼玉の方から今日やってきました。関東のですね、東京埼玉のはちょうど、桜がですね、満開で、してちょうど満開になっている中をやってきましたけれども、ちょっと昨日今日と、花冷えというかちょっと少し寒いかなというふうに思います。この辺はいつ頃桜咲くんですかね。ああそうですか。ああなるほど。あ、じゃあまああと2週間ちょっとぐらいいいですか。途中今日あれは貸しトンネルっていうんですか、白川から貸しトンネルを越えてこうやってきたんですけど、途中まだこう山肌に雪が残ってまして、で私当然埼玉なのでタイヤが別に冬だからってこう履き替えないんですね。なのでちょっとヒヤヒヤしながら来ましたけども、道の方は全然問題なかったので良、かったかなというふうに思います。車に乗ってると結構暑くて、ちょっと一時ちょっと実は冷房を入れるぐらいのいうような感じでした。まあ春の日差しがこう照ってるっていうのかな、あって、来ましたけど、まあね、前置きはそれぐらいに、もう一つありますね。あとコロナの方がですね、せっかくまん延防止が解除になりましたが、ちょっと今週というか先週というか解除してからまた増え出したのがちょっと気になるかなというふうな感じです。さてですね、今日なんですけれども、実は花ホテルのご主人の方からですね、アンジさん、今日はアンジさんを囲んで、定談をしてはいかがかというふうな企画をいただきました。それでですね、それに対して、まあ、なんとか実現をしようということでやってまいりました。ということで、真ん中 の女性の方がアンジひろこさんです。で、向こう側が、遠藤浩一さんですね。で、私の方はコーディネーターというか、ちょっと司会の方をさせていただきます。オナと言います。何分ですね、私も講演活動を何回かしてるんですが、定談というか、こういう形は、まあ、初めてです。なので、まあ、ちょっとね、心配してるのが、まあ、話の筋道だとか、あと時間配分ですね。ちょっとどううまくいくかなというふうな不安がありますけども、まあ、アクシデントとかですね、ハプニングがあった場合は皆さんの温かい気持ちで見守っていただければいいかなというふうに思います。
アンジュさんは白川にお住みで、私が埼玉、遠藤さんが東京ということで、まあ、事前にですね打ち合わせをしようということで、今はやっぱり便利なツールがありますね。この提談をするにあたってですね、パソコン、ネットのオンラインの機能を使ってオンライン会議ということで、打ち合わせをしてきました。まあ、私は小さい時とかっていうと、まあ、テレビ電話がそのうち普及するだろうと言ってましたけども、まさかこんなに早くね、実現するというふうには思っていませんでした。まあ、ただテレビ電話っていうふうなことでちっちゃい時は言われてたんですけども、実際にはあれですね、こう会議として会議でこういうツールを使うというのは、まあ、予想外というか、思いもよらなかったですね。まあ、そういうふうな。ちなみにですね、遠藤さん、ちょっとこれ目をつぶっておりますが、決して眠っているわけではありませんので、私の写真の写すタイミングがですね、ちょっと悪かったかなというふうなことです。一応打ち合わせ会議をしたということもなんですけれども、ぶつけ本番でやってますので、そこのところはご了承をご了承いただければなというふうに思っております。さて、今日のテーマなんですけれども、今日はですね、私たち3人がゆかりのある場所の紹介ということで、白川、二本松、長岡を、取り上げます。まあ、この3カ所の共通点というのは、戊辰戦争で戦場になった場所ですね。でなおかつ、負けた側、ただ我々3人は東軍 B 機の3人です。でそしてこの3カ所なんですけども、もともとは別に薩摩長州に敵対していたというわけではないんですが、まあ、新政府軍が会津攻めにあたりですね、まあ、通り道であったり隣国であるとかいう理由で、新政府軍の通り道になったということで、まあ、新政府軍からですね、軍資金を出せとか、先方を務めろとか、まあ、ある意味恫喝を受ける結果になって、それに異議を唱えて結果、まあ、戦場になったというそういう参加者です。まあ、ですからですね、このテーマ名を、まあ、この場所にあったがゆえに戦場になってしまったということで、場所の悲哀ということにします。ただもともとこの場所の悲哀ってどこから持ってきたかといいますと、司馬太郎さんの著書で街道を行く台湾紀行というのがありまして、そこから分かりました。まあ後でもまた司馬さんの話が出ると思いますけれども、晩年の司馬さんがですね、台湾を訪れて、まあ、台湾海峡という狭い海峡を挟んでですね、向こう側に中国大陸があり、まあ、独立するという宣言をしようとしたんだけれども、まあ、中国が攻めてくるということから、まあ、それを控えているという、まあ、微妙な場所にあるということから、台湾を場所の悲哀というふうにして、この台湾機構を書いています。ただですね、今ですね、まあ、この21世紀にですね、まあ、とんでもないことが今起こってますよね。ヨーロッパでですね、こんな大きな戦争が起きるのかなというふうに思っていましたんですが、今ですね、その隣国のロシアがですね、ロシアの言うことを聞かない、ロシアにはとって脅威だということで、という理由だけでですね、ウクライナに、まあ、攻め入ってきているということがあります。まあ、これも一つの場所の悲劇かなと思います。まあ、偶然にもですね、その渦中の、事件の中で、事件、戦争ですね、中で停断をするということになりました。まあ、そうは言っても日本もなかなか微妙な立場でして、ロシア、中国、北朝鮮という、まあ、専制国家の3つの国がですね、まあ、隣国にあるという場所から考えると、日本も、まあね、この場所の悲哀というのに、そういう事態にはなっては欲しくはないんですけれども、まあ、そういう場所にあるのかなというふうに思っていいします。それではですね、今日の、まあ、目次というか、話の内容なんですけれども、まあ、我々3人の自己紹介とか、あと、幕末時点での状況、あと戊辰戦争のこととか、であと戊辰戦争で終わったこと後のこととかいうことを、まあ、お話ししながらですね、進めていきたいというふうに思っております。それでは最初に私の方から軽く、自己紹介をさせていただきますと、
あ、そうです。まず自己紹介の前にですね、この3人がですね、知り合ったきっかけをまずお話ししますと、残念なことにですね、ちょっと最近亡くなった作家さん、ここでも講演されてますね、星良一さんがですね、今から15年ほど前、戊辰戦争研究会というのを立ち上げられまして、その当時の、メンバーが私たち3人です。まあ実はその後いろいろあってですね、この3人、まあ、龍馬じゃないんですけども、実は海を脱藩をしてしまったんですけれども、まあ、そうは言ってもですね、その私たち3人を引き合わせてくれた星先生には、感謝をしております。で、今はまあこの3人なんですけども、一応司馬さんのファンでもあるということなので、週刊朝日の村井重俊さんが開催する司馬遼太郎に関する講座を一緒に会場で聞いたりとか、あとオンラインであったりとか、オンライン飲み会だとか、まあ、そういうふうなことで参加してます。まあオンライン飲み会とか、Facebook 等で仲間になっていると、あれですね、コミュニケーションの距離感がすごい近いなというふうに思って、でも久しぶりにお会いしたんですけれども、なんか全然、久しぶりという感じがなくて、便利なツールが世の中流行ったなというふうに思っています。それでは私の方から自己紹介をしますと、私は1963年生まれで、大阪、あ、これ違うじゃん。いきなり間違ってました。大阪府堺市の生まれです。ごめんなさい。これ、間違ってますね。大阪府堺市の生まれです。で、父方の祖父母が新潟県の西山町の出身になります。西山町っていうのは長岡の隣町になります。で、この西山町って実は有名な方が、出身地で、政治家でですね、田中角栄の出身地でですね。で、今はですね、あ、今じゃない、その政治家の存命当時は、まあ、評判、金権政治の悪役で、まあ、評価が良くなかったんですが、今はその大批判している出版社がですね、田中角栄を持ち上げる本を、いくつか出しているという、まあ、皮肉のような、まあ、そういうところがあるのかなと思うんですけれども、その人が出身地です。で、そういうことからですね、実は私も長岡の隣ということで、祖父母の出身が、で、まあ興味を持ったということです。まあ、あと学生の頃、戊辰戦争といえばですね、どちらかというと、まあ、坂本龍馬とか、薩摩長州、もしくは徳川幕府、会津藩などしか知らなかったんですけれども、でまあ、祖父母の新潟は幕末とは関係ないかなと思っていたんですが、実は司馬遼太郎さんの原作の大河ドラマで家臣というのを見まして、まあ、私中学生の時かな。でその時にその家臣というのの副主人公に越後長岡藩の河合継之助が出ていました。でその河合継之助の解明的な考えだとかですね、あとは当時皆さん年配の方はご存知だと思うんですけど、社会党が第2党ですね、で頑張っていて、まあ、当時非武装中立とかということで、中立というのをかなり前面を打ち出してました。で私も当時学生なので、まあちょっとうぶなところがあったり純粋なところがあってですね、中立っていう言葉の響きにですね、ちょっと心が、ときめいたというか、そういうことがあって、でそういう時に河合継之助が長岡藩を中立にするということから、ああ新潟にもこういう人がいたんだというふうに思って興味を持ちました。まあただですね、学生の頃はその河合継之助感、中立とかの河合継之助は持ってたんですけど、今ではですね、それが本当に良かったのかどうかというふうな感じを持ちましたので、かなり違ったものになっています。ですね、といろいろ話をしましたが、ちょっと私しゃべりすぎまして申し訳ないですけども、じゃあそれじゃあアンジュさんよろしくお願いします。自己紹介お願いします。あ、皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。アンジュ弘子と申します。私は、白川市の生まれ、現在は西郷村、白川市の隣にあります西郷村に住んでおります。生まれも育ちも現在に至る生活圏も旧白川藩領内ということになります。で今
地域との関わりについてということですけれども、現在白川歴史のまちづくりフォーラムというNPO 法人と、それから中山義州研修会といいまして、中山義州という芥川賞作家ですね、その方が白川の出身でして、その方を検証する会、そして中山義州文学賞というのをやっておりまして、そこにちょっと関わっております。それから、戊辰戦争との関わりっていうことで言いますと、今先ほど小名さんがご紹介されましたように、戊辰戦争研究会という会に最初の時から参加しまして、その時に、初めてというか、戊辰戦争への関心が深くなったかなという、そこから始まったかなという私の中ではそういう感じがしております。でその後ですね、ちょっと時系列的に申し上げますと、桜プロジェクトといいまして、2011年に震災がありましたね。でその後に福島県が桜プロジェクトっていうのを立ち上げまして、これは福島復興支援ということで、八重の桜の放映が決まった時にそういうプロジェクトを立ち上げまして、私は県南のそのプロジェクトに携わりました。でその次に、白川で翌年2012年に歴史研究会の全国大会、欧州白川大会というのがありまして、その中で2泊3日の企画なんですけれど、イベントだったんですけれども、パネルディスカッションがありまして、そのテーマがご子孫が語る戊辰戦争白川口の戦いというテーマでシンポジウムがありました。でそのシンポジウムのパネリストとしては、棚倉藩の、藩主だった松江の安倍さん、それから推し藩の、奥平松平さん、それから二本松の丹羽さんの 3人の方が登壇いただきまして、お話ししていただきました。でその後2013年には八重の桜の放映がありまして、その白川口の放映があるということで、白川もぜひとも取り上げてもらいたいなということで、いろいろちょっと運動というほどでもないですけれども、知ってる方とかにメールを配信したりとかしましてですね、その中で協力してくださった方がいまして、ここで講演をされた山川健次郎のご子孫の木下さんとか、それからあと NHK の柳沢さんとか、そういう方にご協力いただいて、その結果かどうかは分からないんですが、まだ放映されるというのが発表される前に分かってしまって、まだ調査も何も始まってない段階の時だったんですね。それで白川口の戦いというものがっていうものがあるのが分かったというようなことでした。それで結果的には3回放映していただいたというようなことがありました。それから、2015年にはその白川口の戦いので、亡くなった戦死者が1000名を超えるんですけれども、その亡くなった方たちの戦死者 の名前を刻銘する記念碑を作る建設員ということになりまして、西郷頼も白川口の指揮を取った会津藩の総督になった西郷頼も
が布陣した稲荷山というところにそういう記念碑を建てることにも関わりました。それから、2018年は戊辰戦争150周年記念ということで、その記念事業として白川では合同慰霊祭っていうものをやりました。でその時のキャッチフレーズは蘇る人の心ということで、まあ後からそのキャッチフレーズというのはお話の中に出てくると思うんですけれども、戦後白川ではたくさんのお墓とか慰霊碑とかができまして、まあ、それを東西の別なく工芸を手向けてきたというようなそういうスタンスできたものですから、まあ、そういうキャッチフレーズでそういうことを行いました。それらのことに携わったものですから、本当は私は全く何ですか詳しくこう勉強したこともないですし、研究もしたこともないんで、本当に薄っぺらい知識なので、ここに立つ、まあ、立場でもないんですけれども、まあ、そんなことで今日お話しさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。アニさん、ちょっと質問していいですか？何ですか？まあ、はい、いろいろお話をされたと思うんですけども、はい、島さん、アンジュさんは柴さんの本もお好きだと聞いておりますが、はいはい、どういうきっかけでお呼びになるようになったんでしょうか？はい、柴さんに出会ったのはですね、私子供がいっぱいいるんですけど子供が小さい時にですね、何もどこにも行けないし、何かこう何ですかね、自由が効かない意味ですよね。どなたもそうですけれども、そういう時にもともと読書は好きだったものですから、図書館に通ってたんですね。その時に柴さんの本に出会いまして、そこからすごくハマり込みまして、子供をおんぶしながら私双子がいるんですけど、両肩におんぶをして一人抱っこをしてとか、そういう状態で、そんな感じでね、ずっと、本当はそんなことは、本当はあんまり芳しくない状況だと思うんですね、子供をおんぶしながら本読んでるなんて。でもそれがとっても私の息抜きで、私の子育ては柴さんに助けられたっていう思いがすごく強いんですね。でそれですので、柴さんが亡くなった時にはとってもショックで、それで記念館、柴記念館っていうのが、柴良太郎記念館っていうのが柴さんが住んでいたところにできまして、その時に記念館を建てるって言った時に寄付を募ったんですね、後世にいろいろ伝えるためにということで。その時に本当にわずかの寄付をしまして、でその仲間でもあるんで、一緒にオーナーさんも記念館の会員である友の会というんですけれども、その会員になったりとかして、それからずっといろんなご縁もできて、いろんなところに柴さんゆかりのことを土地を訪ねたり、それからさっきご紹介がありました柴良太郎さんの最後の番記者だった街道行くの担当記者だった村井さんという方とご縁ができて、そしてその方を中心にその方を呼んでお話を聞いたり、それからいろんな旅をご一緒したりとかっていうことで、とっても楽しませていただいております。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ遠藤さん、よろしくお願いします。こんばんは、皆さんこんばんは。私、遠藤光一と申します。今日は小野さんの車に乗っけていただいて、東京からやってまいりました。で、まあ、こっちパネルに書いてありますように、まあ、東京都江東区、まあ、私自身は江東区生まれということで、まあ、東京でずっと育ってるんですけども、まあ、江東区ってどんなとこかっていうと、まあ、東京の中の、まあ、どちらかというと下町で、まあ、江戸時代なんかは町人地とか、あとは寺とかが多い場所ですね。ですので、まあ、こちらの会津藩でいうと会津の蔵屋敷があった場所が、まあ、江東区ですよね。
あとは、あの白川藩 の松平定信のお墓があるのもこの江東区で、まあ、でその後あの熊野藩に添付というかなってますので、でまあ、桑名藩の戊辰戦争で責任を取って切腹した森さんっていう名前だったかと思うんですけど、その方のお墓なんかも、まあ、江東区の、なんで寺なんだっけな、ちょっと忘れちゃった。霊岩寺ですね、に、まあ、ある、まあ、そういうところです。で私自身はまあ、普通のサラリーマンで、特に歴史の研究家でもなく、ただの歴史ファンということで、歴史が好きだということで、まあ、いろいろ本とか読んだりしているというところで、まあ、休みの日なんかは地元の、歴史博物館とかですね、そこでまあボランティアガイドなんかをまあさせていただいて、まあ、歴史を楽しませていただいているというところで、まあ、私とこの二本松の関わりということで言うと、まあこちらに書いてありますように、私の両親がまあ2人とも福島県の二本松市の出身ということで、まあ二本松、まあ子供の時に田舎に二本松に連れてっていただもらうと、まあお城山って霞ヶ城ってあるんですけど、まあそこに連れてってもらうと、まあ薩長が攻めてきたということで言われて、まあ、なんであんな西の方から来たのかよく分かんなかったんですけども、まあ、そんな中まあ、さっきパネルの僕 の写真の後ろに八重の桜のちょっとポスターがちょっと貼ってあったんですけど、まあ、ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、私自身は、まあのつながりは30年くらい前に年末時代劇で白虎隊を見て、でそこでまあ日本松少年隊もちょっとだけ出てきて、まあ、そこでこう自分の中でつながって、まあ、それ以来こう会津藩と二本松藩がまあとても興味を持って調べているということで、まあ、2年くらい前もこちらの方で二本松藩 の話をさせていただいたということもあるんですけども、まあ、それ以来ずっともう会津二本松寄りでいろいろ勉強をさせていただいてますので、まあ、ちょっと話もうまく話せるかわからないんですけども、今日は、よろしくお願いします。実は遠藤さんはですね、江戸東京博物館のボランティアガイドで、あ、そうですね。で、外国の方を相手に話されガイドをしてるんですね。一応英語でボランティアガイドっていうことで、外国人をボランティアガイドに、外国人を相手にボランティアガイドにしようと思ったきっかけとか、この外国人だからに説明するのにあたっての、まあ、苦労話とかなんかそういうのがあればお願いできますか。そうですね、まあ、僕は、まあ、歴史が好きなんですけど、まあ、二本松とか会津の歴史とかものすごい、まあ、詳しい方は僕よりも全然詳しい方はいらっしゃるんですけど、まあ、僕はだからそういう詳しいところじゃなくて、こうもっとこの会津とか二本松をまあ、知ってもらいたい、で世界の人たちにもまあ知ってもらって、まあ、こういう侍たちがいたんだっていうのをまあ知ってもらえたらというのがまあ一番最初の動機で、まあ、それでまあなかなかちょっとそういうとこまで説明できないんですけど、まあ、そういうことでこう英語でこうボランティアができたらいいなと思って、まあ始めさせていただいているというところで、でもう苦労しているというのはもう外国の方なんで、将軍と天皇はとどういう違いがあるんだっていうことを、まあ、そこから説明しなくちゃいけないんで、まあ、そこがちょっと難しいで、まあ、イギリスの人だと王様と、ね、その貴族みたいな分かってるんで、まあ、その辺はなんとなく比較しながら説明しやすいんですけど、そうじゃないところはもうその貴族とかそういうこうヒエラルキーっていうんですかね、こういうところから説明 していかないと理解してもらえないので、まあ、そこら辺をどう分かりやすく理解してもらえるのかっていうのは苦労しているところです。はい、ありがとうございました。それではですね、ちょっと時間が長くかかりましたが、本題の方に、
入って、いきたいと思いますけども、まずは今度はですね、アンジさんの方からですね、白川藩のことについてちょっとお話をいただければいいかなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい。幕末時点での状況、動向についてということですけれども、白川藩は、安倍家というところが10万石でその当時は治めていました。で藩主その時の藩主は幕府の老中だった安倍政藤です。でこの方は兵庫開港の責任を負わされまして官位を召し上げられ老中罷免それから国元謹慎、隠居 その果てに、まあ、藩主の交代ということで最後に棚倉藩に転封ということになりました。それで白川の地は藩主のいない幕僚となりました。でその後大政奉還後は新政府が管理しておりまして、二本松藩は駐在してましたね、はい、私てっきり勘違いしてたんですけども、この二本松藩が、白川を管理をしたっていうのは、まずは新政府軍からの、命令で二本松藩が入ってたということですね。はい。まあ、そういうことですので、白川っていうのは本当に、お城もない大名もいない、そういう特異な、他に例を見ない特異な状況で戊辰戦争を迎えることになりました、地理的重要性ということで挙げておいたんですけれども白川は、奥州街道それから会津街道会津街道っていうのは会津側から言いますと白川街道と呼ぶんですけれどそれから棚倉街道石川街道それから水戸の方につながっておりましてまた今の4号線を北上しますと仙台の方につながるという東北と関東の分水嶺ともいえるような要衝の地でした。でこの戊辰戦争前後にですね白川に駐屯したり通過した西軍の諸藩は30数藩に及びました。まあそんなそういう特別なまあ得意な場所だったということになります。簡単ですけれどアンチさんここに、責任を負わされと書いて、ありますけれども、はいはい、私の感覚ではこれは誰からから押し付けられたというふうに聞いておるんですがその辺はいかがでしょうか。そう、そうです。松前藩の誰でしたっけ松前、うん市ですね、と、まあ、外国奉行としてた携わってたもんですから、うん、それを押し付けられたっていうの今ちょっと思い、うんうん、こういうふうになっちゃうから困る、うん、確かただこれこうなんだっけ兵庫外国は結局、うん慶喜が決断をしているんだけど、うん、自分は責任を取らずに、まあ、結局はそういうことなんですけどね、はい、なのでだから、うん、その責任を取らされたのは結局慶喜は、うん、その直教を得ないとダメだというその考えを持っていて、うん、だけれどもそのなんでアメリカ、イギリス、オランダフランスです、うんね、その4カ国にこう強くまあ迫られて安政条約の時 の、うん、その約束を果たせということだったんですけれども、うん、時 の、 朝廷は孝明天皇で外国未来というかそういうことで上位的な雰囲気が濃厚でしたから、うん、結局そういうところでこう迫られて結局は開港せざるを得ないようなことになりましてで開港することになったんですが、まあ、その責任を、まあ、松前藩と白川藩が取ったというようなことになります。なんとなく今の話を聞くと
の後々の、会津藩がですね、攻められ結果的に攻められてしまう、その慶喜の行動の片鱗が若干見え隠れするのかなと、この時点でももう見え隠れするのかなと思う、うん、答えられる範囲だったら答えますけど、はいはいはい、あ、非常に重要な、うん、昭和時代なのか、ああ、ああ、なるほど。江戸時代なのかな。はいはいはい。幕末の時点ですね。で、幕末時点で、明治維新が起きますよね。うん、で、薩摩長州が、京、ちょっと待ってね。中心になって、で、最後の将軍の徳川慶喜が体制を朝廷に返します。なんだけれども、そこでですね、幕府側があまりその何て言うのかな、それを受け入れることができないということで、京都で鳥羽伏見の戦いが起きます。それが薩摩藩長州藩と、会津藩を含む、まあ、新選組もあって、あとは徳川方か、そこが京都で戦争が始まります。でそれが戊辰戦争の始まりです。1968年ですね、慶応4年、明治元年と言ってもいいかもしれません。その2つが戦いを始めて、その後ですね、ずっと、薩摩長州、まあ、俗に新政府軍が、東の東へ攻め上がってきて、最後は函館、翌年か、函館まで、起きる戦争になります。それが江戸で言いますと、戊辰、土のですね、江戸にちなんで戊辰戦争と呼んでいます。うん、となります。大丈夫ですか？ということなので、明治新政、江戸時代が終わって、明治が始まるときに、起こった権、まあ、ある意味の権力闘争の戦争である。こういうふうなことになります。まあこの後ちょっとね、二本松藩がこの時点では新政府側っぽいんだけども、そんなことは後でまた説明があるかなというふうに思います。それではちょっと待ってますね。はい、じゃあちょっと遠藤さんの方。はい、じゃあ二本松藩の状況というのをちょっと話をさせていただくと、二本松藩ですね、大名はこれ丹羽家という大名で、始まる前の状況ですね、はい、で国高分10万700石で、まあ、一応戸様大名という扱いで、まあ、会津藩に、福島県でいうと会津藩に次いで2番目に大きな藩ですね。で、まあ、この、初代の丹羽家の大名がこの丹羽長秀ということ方で、まあ、これは戦国時代の織田信長の重臣の織田四天王の一人の人でして、まあ、この人から数えて、まあ、12代目に、幕末は当たるということで、丹羽長国という人なんですけども、で、まあ、二本松藩は、まあ、最終的には会津藩と一緒に、東北諸藩と一緒に新政府軍と戦うということになるんですけども、まあ、普通に考えるとこう、戸様大名なのになんで徳川型なんだっていうところはあると思うんですけども、まあ、この丹羽家自体がですね、どちらかというともう徳川家に忠誠を尽くすという家風を持った大名家ということで、まあ、なぜかというちょっと話をさせていただくと、これ、2代目の丹羽長重という人がちょうど関ヶ原の戦いですね、その時に結果的に西軍に味方して徳川家康に、まあ歯向かったという形になるんで、一回この時点で改易をさせられてしまうんですけど、でその後3年経って、まあ、でしばらく浪人生活をこの丹羽長重という人は送るんですけど、でその後3年後に、2代目の将軍の丹羽秀忠から大名に復帰をさせてもらうと。で、まあ、最初は1万石から始まって、まあ、徐々に石高が増えて、最終的には10万700石というところまで行くんですけど、まあ、改易をされて大名として復帰させてもらったという恩義があって、まあ、
戸様大名なんですけど、まあ、三輪家には、徳川方に、まあ、忠誠を尽くす藩ということで、まあ、江戸時代ずっとやってきてる状態ですね。で、まあ、江戸期の三輪家というと、まあ、あまり財政的にはあんまり他の大名と一緒でも借金まみれということで、まあ、藩政改革もまあうまくいかないということで、幕末時点ではまあ近代武器の近代化とかそういうのは全くちょっとできてない状態で幕末を迎えているというところで、ただ日本松藩領民に対しては結構優しい藩だっていうふうに言われてまして、まあいろんな今で考えればまあ当たり前のことなのかもしれないんですけど、まあ福祉的な政策を結構、まあ東北諸藩なんで飢饉との戦いみたいなところがあるんで、こうやっぱり人口、領民の人口がどんどん減っていくっていうような状況の中で、いかに人口を減らさないようにということを考えて、まあ、いろんな福祉政策を、まあ、打っていった藩だというところからすると、まあ、領民に対してはまあ結構優しい藩というのがまあ特徴と言えるのかなというふうにも思います。ですので幕末の時点ではもう近代武器の近代化もできてないんで、まあ、なかなかちょっと戦えるような状態ではなく幕末を迎えたというような状況です。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとね、後ほど戊辰戦争のことについてはここで若干説明した方が分かりやすいかなと思いますので、ちょっと後ほどです。で、今日の3つ目の越後長岡藩なんですけれども、こちらはですね、日本松藩とはちょっと違ってですね、もともと徳川家康に仕えていた三河を発祥とする、牧野家のが、越後長岡に、領地をもらったということで、牧野家の7万4000石の譜代藩です。で、そこの中にですね、実は河合継之助という人物がですね、最終的には失勢、まあ藩の中の家老ですね、まあ、殿様の次に偉い、役に就くんですけども、について、で、長岡藩を藩政改革をして、富国強兵の藩にします。それがやがて、戊辰戦争の中で、なんていうか、大きな戦いの中の一つとして、なんていうかな、役割を果たすというふうなことになります。で、ちょっと、こっちがいいかな。先ほど戊辰戦争というのがあったんですけども、もともとは本来ならば将軍のが戦って戦争すべきところなんですけども、なかなか徳川慶喜という人は、まあ、いいように言えば歴史が見えてたのか、まあ、悪く言えばちょっと作詞だったのか、最終的にはですね、戦争の相手という立場から逃げ切りました。で、その後、会津藩がですね、その何ていうか、その新政府軍薩摩長州の標的に結果的になってしまったんですね。そこのいきさつはですね、非常にややこしいので、そこはですね、ここ会津の地なので、会津若松城とかで詳しくお聞きしていただければいいと思いますけれども、その会津若松で戦争が起きるまでにですね、ちょっと戻しますね。戻しますね。白川で、戦争が起こります。当然南からこう上がってくるので、新政府軍薩長がで、あとは日本松も通り道で、長岡は、もう今度当時の新政府は京都が本拠地だったので、京都から、日本海側を上がってきて会津を攻めるときの、まあ、通り道になったということで、この3つ以外もあるんですけれども、戦場になったということで、今日我々の3人がゆかりの地ということだったので、ここのところを、焦点当てて話をするというふうにさせていただきました。じゃあ実際日本松の藩、日本松藩はどのような戦いをしたのかというところをちょっとお聞かせいただきます。日本長岡はあったでも、はい。はい、で日本松藩ですね。まあ大きく分けて3つちょっとお話しさせてもらうと、まず最初はまあ会津藩をまあ攻めると、新政軍が攻めるということで、
まあ、仙台藩とあとまあ米沢藩とともになんとかこう会津攻めをやめさせるようになんとか戦争回避をまあいろんな交渉をしながらあの模索したということがまあ挙げられると思います。でこれは結局的にうまくいかなくて結局その東北諸藩と新政府の間で戦うということになります。で結果的に二本松藩としては、まあ、あの奥羽列藩同盟というあの東北諸藩の同盟軍の一員として、まあ、最後まで、徹底抗戦をして戦うと。で、まあ、あのいわゆる二本松少年隊と言われている、少年隊たちも、まあ、戦場に出て出陣をするということで、戦うんですけども残念ながらあの半日でですね二本松藩二本松城が、まあ、落城してしまうと、いうことで、まあ、終わるということになります。で、まあ、あの場所の悲哀ということで、あの新政府軍 の、まあ、あの総督府がこう、まあ、仙台に、京都から上陸、してきます。で、仙台藩に会津攻めを、まあ、あの命令するということで、まあ、仙台藩が、まあ、会津藩を、まあ、攻撃するということにあの最初なるんですけどもそうなった時に、まあ、二本松藩としては、まあ、なんとか、まあ、これ東北諸藩も一緒なんですけどもあのなんとか戦争なんかもやりたくないんでなんとか平和的に解決したいということで、まあ、みんな動くという中で、まあ、二本松藩は特にもしこの会津攻めが始まった場合当然会津藩と国境を接してますので、まあ、当然こう、まあ、会津攻めの前線基地ということでまあ、戦場になるということなので、まあ、なんとか戦場になるとですね、まあ、二本松藩内も大変なことになると、まあ、二本松藩もそうなんですけども結果的にこの戦争が起こって一番苦労するのは、まあ、領民の人たちということもあってちょうどこれ田植えのちょっと前くらいの時期なので、まあ、領民その田植えのもあるのでなんとかまあ戦争を避けたいという思いがあってあとまあ東北諸藩としてはこう日本会津藩を攻める意味合いがはっきりよくわからないというところもあって、まあ、あのどっちかというと会津藩京都守護職時代に天皇とかまあ幕府のために一生懸命働いたということもありますので、まあ、東北諸藩としてはどっちかというと会津藩にやっぱ同情的な思いもあったのでなんとかこう戦争になる前に会津藩になんとかこうあの降伏させるように、まあ、いろんな条件を詰めながら、降伏の条件をまとめてそれを、新政府の方にこれでなんとかあの降伏するので戦争になる前になんとかあの手打ちをしてほしいということで、まあ、いろいろ動くんですけども、まあ、結果的にうまくいかずに、まあ、その、こうあの嘆願書をまあ提出するんですけどそれが、まあ、あの新政府側に、受け入れ拒否されてしまうというところであの、まあ、日本松東北諸藩全体としてやっぱりこう新政府軍に対してこうやっぱり不信感というか反感をこう、まあ、徐々に増幅させていくという中で、新政府軍 の、 あの参謀で出てきている長州の世良修造という方が結果的にまあ暗殺されてしまうということになってもうあの平和的な解決が事実上ちょっと難しくなるというところをもって、まあ、東北諸藩で新政府軍とこう、まあ、軍事的にも対立していくということになって、まあ、戦いがこう進んでいくということになります。で、まあ、あの後ほど説明があるかと思うんですけど、まあ、白河城もまあ落とされてで、まあ、新政府としては仙台の方に攻めるのか会津の方に攻めるのかというところで、まあ、二本松を抑えるってことが結構こう戦略的にも重要だというところで、二本松藩に、まあ、あの攻撃をされるということでもう二本松城のもう一歩手前までこう進軍させられて、まあ、二本松藩としてはこのまま戦い続けるのかそれとも降伏するのかという決断を迫られるんですけども結果的にはまああの列藩同盟の信義を、守って最後まで戦うという、決定をします。で、その結果ですね、まあ、当然兵力不足とかもあるので、まあ、少年隊の、まあ、出陣許可も、まあ、出さざるを得ないということで、まあ、戦いに、まあ、で結果的にまあ半日でまあ落城してしまうということになります。これ、藩士の、はい、多くは
二本松藩の外に出てたんでしたっけ？そうですね、これは白河城が新政府軍の手に落ちてるので、なんとか白河城を奪い返そうということで、白河城の方にほとんど出陣をしている状態なんですけど、そこで二本松藩の隣の、三春藩というところが、急遽新政府に寝返って、で、三春藩の方から二本松藩にこう攻めてくるという状況になってしまったので、その時二本松藩の主力はもう白河の方に出陣してたので、城下はもう空っぽの状態っていう、そういう状況で、戦うということになったので、少年隊の出陣を仕方なく許可して、兵力不足を補うということで出陣を、許可を出して、戦って結果的には半日で、落城してしまったと、いうことになります。あ、次の写真、はい、あ、でちょうどこの、写真のこの右下ですね、これがちょうど少年隊と言われる部隊が、出陣した横断口の古戦場というところで、ここはちょっと戦った部隊になるんですけど、これがちょうどこの僕がこう写真撮ってる側が少年隊が、布陣した場所で、でだいぶこの地形は変わっちゃってるって言われてるんですけど、この、真ん中に入ってるこの道は昔の奥州街道そのままということで、この向こう側から新政府軍がこう、進軍してくるというようなところで、そうですね。で、ちょうどこの家があるところから、ちょっと出たところ、新政府軍が進軍してきたところを、少年隊が、組織した少年隊が放った砲弾が、その集落が出てきたところをめがけて、砲弾を打ち込んで、そこで戦いが始まると。いうことになります。でこれさ敵軍のですね記録にもあるんですけど、結構少年隊の砲撃が結構かなりこう精度が良くて命中して、かなり最初は序盤は苦戦したというような記録もあって、少年たち結構頑張って戦ったということがあるんですけども、ただもう圧倒的な兵力数が全然違いましたので、もう一気に周りから押し潰されて、少年隊は退却していくというような感じになります。で、この右の図は、この逆から撮ってるんですけど、この下の方にいるこの人たちが、新政府軍の先鋒の、いわゆる薩摩藩の、主力部隊ですね。で、この坂の上の方が、少年隊が陣取って、大砲を撃ってたところなんですけども、で、この絵はですね、この小屋があって、そこからですね、この2人の二本松藩士がこう薩摩軍にこう切り込んでるという絵なんですけど、でこれでこの2人はですね、かなりこう薩摩軍を大混乱に陥らせたっていう記録があるんですけど、結局、この2人もですね、最後は討ち取られてしまうと言われてまして、これもですね、横断口の二遊士っていうふうに言われて、こういう壮絶な切り込みもあったよということなんですけど、これ一説には少年隊たちがこう退却する時間を稼ぐために切り込みが行われたんじゃないかっていうようなことも言われてまして、その辺はちょっと実際のところはちょっとわからないんですけど、そんなふうなこと、そういう話も残っています。結局その二本松藩の正規の兵が外に出てたがゆえに、結果的にその少年たちが出陣せざるを得なかったということで、そうですね。ちなみに何歳ぐらいの、この少年たちは、一番下の子だと12歳ですね。で、あとで一番上の子は17歳までの子たちということで、この少年隊の隊長がこの木村重太郎という人なんですけど、この人も22歳で、でその人たちの愛弟子がこの少年隊の子たちということで、22歳の隊長の下に愛弟子がこう、若い少年たちが学んでたので、この子たちが出陣するということになりました。で、結果的には敗れて退却していくということなんですけど、これがお城、今残ってるお城と
でまたこちらがお城の前に残ってる、少年隊の、銅像ということになります。この銅像でこの女性の方は どういうこれはですね、これはの少年隊の少年たちの、まあ、お母さんになりますね。で、まあ、直前まで出陣させるっていう、まあ、上層部も、まあ、少年たちなので直前まで、まあ、出陣をさせるっていうことは許可しなかったんですけども、まあ、急遽出陣をさせるということで、このお母さんはその、まあ、出陣をするということが決まって、もう家にあるあり合わせの、布を縫って、まあ、軍服を作って、それを作って、まあ、出陣をすると。そこ の衣服とかをこう縫ってるのを表している銅像になります。もう一つ、その少年たちが、はい、その鉄砲とか大砲とか上手だったという、操作が上手だったということなんですけども、はい、それあたりは どういう経過で、これは習ったか。ね、この木村重太郎という隊長が、まあ、22歳なんですけど、この方は戊辰戦争が起こる前まで江戸に砲術 の修行に出てたということで、で戊辰戦争の直前に、まあ、呼び戻されて二本松に帰ってくるんですけど、まあ、ですのでこの当時二本松藩の中では西洋の砲術というか、まあ、一番最新のやつを学んでいた人と。でそこでも急遽二本松に戻ってきたので、そこから、まあ、砲術を教えるというと、当然、まあ、その22歳なので22歳よりも下の子たちがこの木村十太郎の元で砲術を勉強するということで、まあ、それで、まあ、この木村十太郎の指揮のもとをこう大砲を撃ったということで、まあ、その辺の短い期間ですけど、こう操作とかその辺の訓練が、まあ、よく行き届いていたんじゃないかなというふうに思います。まあ、結果的に多くが傷ついたり亡くなったりしたんですよね。はいはい、そうですね。で結果的にはこの木村重太郎もそこで、まあ、戦死をするというところで、まあ、それで、まあ、みんな退却をするんですけど、この亡くなった少年たちの多くはそのさっき映してた横断口の戦場で死んでるというよりも、その後もうちりぢりバラバラでこう城下に戻って、で城下の中ではもうゲリラ戦みたいな、もう本当そこら中で切り込み戦が行われると。でその大人たちに混じってこの少年たちも同じように切り込みをして、逆に返り討ちにされて亡くなってた少年が、まあ、かなり多かったと言われてますね。ですので、まあ25人、まあ、少年隊ってもその後どんどん人数が60人くらい、まあ、少年隊たちのことを少年隊と言ってるんですけども、そのうちの14名が結局戦死しているということになります。まあ、あれですね、会津だと白虎隊が悲劇ということで有名なんですけども、日本松でも同じようなことが起きたという感じですか。はい、でちょっとじゃあ次の方の写真で、まあ、こちらがこの、まあ、左側が、まあ、この今話しさせていただいた、まあ、少年兵の、戦死者の、供養碑ということで、まあ、14名が亡くなってますので、まあ、14個こう名前が入って並んでると。でこっちの、右下のやつは、この二本松藩で、藩士、まあ、二本松藩の、で亡くなった人たちの、まあ慰霊碑ですね、が、まあ、この大林寺という庭家の菩提寺なんですけど、そこに、まあ、こう立ってると。で二本松藩としては、領民も含めて、この戦争で337名、亡くなってますので、まあ、その、供養碑が、まあ、ひっそりとこう立ってるということになります。はい、でこれが、まあ、左側がさっき話しさせていただいた、まあ、少年隊の隊長の木村重太郎が、まあ、戦死した場所ということで、こういう碑が、まあ、立ってるというところで、でこの右側のこの懐石銘っていうのは、まあ、石の中にこう16文字の漢字が彫ってあるんですけど、これはまあ、お城のふもとにこう今も本物のやつが残ってるんですけど、
これは二本松藩士が守るべき心得みたいなものをこう刻んだって、まあ、なんて書いてあるかっていうと、まあ、領民たちの、二本松藩士の、まあ、俸禄とか給料はですね、領民たち の血と汗の結晶で成り立ってるんだと。だから、まあ、領民たちを、痛めつけるようなことがすると、お天道様が許さないぞということで、まあ、領民あっての、二本松藩ということを、まあ、二本松藩士に、まあ、教えを説いた、ものというふうに言われています。まあ、こういうのもあったので、まあ、二本松藩としては最後まで、まあ、徹底抗戦という道を選んだ、一つの要因にもなっているのかなというふうにも思います。はい、どうもありがとうございます。なるほど、まあちょっと悲劇があったわけですね、日本松のね、日本松少年隊と。分かります。はい、それではですね、私のパートである長岡藩の方になります。で、越後長岡藩はですね、実は河合継之助の藩政改革でですね、富国強兵に、なります。で、実際7万4千石だったんですけども、まあ、20万石程度の、実力を持つということなんです。その河合継之助なんですけれども、やがて幕府は崩壊するというか立ち行かなくなって倒れるというふうなことを予言して、いました。で、それとですね、もう一つ別の角度で言うと、殿様がですね、まあ、普代の藩主ということなので、徳川普代藩として長岡藩が、徳川家の義理を組んでほしいというふうなことを、だから河合継之助としては幕府は滅びるだろうということと、徳川家の義理を組んでほしいという殿様の、願い依頼ですね。で、河合継之助はジレンマに実は陥っていきます。その ジレンマに陥る中で行き着いた先が、まあ、会津藩新政府軍の、まあ、どちらにもつかずというふうなことを長岡藩の、藩の中ではそれを統一意見として行こうというふうにしました。まあ、なんですけれども、残念ながらですね、小千谷談判、決裂します。長岡から若干、南西にいたところに、小千谷というところがあるんですけども、官軍の中村、岩村誠一郎と交渉するんですけども、全く相手にされずですね、中立という立場がですね、崩壊というか成り立ちませんでした。その結果、まあ大上津列藩ども、まあ、はっきり言って会津側なんですけども、会津側に、参加して、するというふうになります。で、この時河合継之助、富国強兵をしたと同時に武器を大量に買い込んでですね、その中でもガトリング砲というものも、購入してですね、応戦するんですけれども、結果的には長岡城落城して、敗走して会津に向かって敗走するということになります。で、まあ、ミリタリーに興味がある方だったら、ね、興味がある方だったら非常に関心があると思うんですけど、まあ、その前に、ね、河合継之助というのは、まあ、こういう人物で、長岡藩の最後の、まあ、家老級になったということになります。で、その河合継之助がですね、まあ、ガトリング砲というこういう兵器を購入します。まあ、簡単に言うと機関銃ですよね。ここのにハンドルがついておりまして、それをこうくるくると回転すると、ここに6連発の砲身がついて、そこからこう連続的に弾が出るという強力な兵器でした。毎分100発以上の弾を撃つことができると最新兵器だったなんですけれども、戦争では活躍した形跡がありません。で、これ実は長岡市の河合継之助記念館で想像をもとに、まあ、復活というか複製したものです。まあ、実際はですね、2門購入したんですけれども、敗戦後は、まあ、行方不明になってます。まあ、こういう機関当時としての最新兵器ですから、まあ、これが活躍
したのかなというふうなことだと皆さんお考えになるんですけれども、ただですね、これ非常にその長所と欠点が、ありましてですね、これ毎分100発以上の弾を撃つことができるって書いてあるんですけども、もしこのあのガトリング砲が複製と、まあ、ほぼ同じであったとすればですね、ここマガジンがありますよね、30発しか入らないんですね。すると発射速度としては100発以上撃てても、実際にここマガジン1回で30発だから20秒しか持たないということなので、なかなかその活躍の場がなかったと。あとはですね、ここガラ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 っといってこう連発するんですけれども、当然火薬が入ってまして爆発しますから、大量の黒煙が上がります。そうするとどこで撃ってるのかっていうとか、もう丸分かりだったんですね。音だけだったらなかなか分からないと思うんですけど、実際に煙が上がるということなので、その場所が分かって、あとはその、射手、撃ち手ですね、撃ち手が立っているということなので、ね、まあ、狙い撃ちをされたりとかですね、あと当然このマガジンを入れ替えてどんどん弾薬を補給しなきゃいけないとか、まあ、そういうふうな欠点というかあったので、なかなか活躍できなかったのかと。で、まあ、一番の最大の欠点はもう当時の兵器の思想でいうと、要は弾を大量に使いすぎるので補給が続かないとこの兵器役に立たないんですよね。だからそのあたりの方の研究もうまくできたのかなというふうに思いますけども、なのでこのガトリング砲にも持っていたんですが、残念ながらですね、あまり活躍できなかったというふうに思います。ただ長岡藩が前線したと言われてますけれども、それはこのガトリング砲じゃなくて普通のライフル銃が最新兵器であったので、そちらの方が、活躍したのではないかというふうに、言われています。なんていうかな、うん、そういうことです、はい。で、残念ながらですね、河合継之助、まあ、ガトリング砲などの兵器を持っていたんですけれども、残念ながらですね、新政府軍が、まあ、最後はほぼ10倍に近い兵力で攻め立てられましたので、結局多勢に無勢で、長岡城が落城をしてしまいます。まあ、それで残念ながらですね、長岡城落城後は会津に向かって80を超えて只見に方面ですね抜けて、そこから会津に向かう予定だったんですけれども、最終的にはですね、長岡城落城の時の傷が元手で、只見の近くの、会津塩沢というところで、亡くなったというふうな、ことになります。まあ河合継之助っていう人はちょっと戻しますね、まあ、こういう最新兵器とかそういうどうも新しいもの好きというふうなことで、興味そういう感覚の人だったのかなと思うんです。でもまたあとですね、その中立策っていうのをこう進めようとするんですけども、残念ながら中立っていうのはですね、なかなかその観念としてはあるんですけれども、実際その中立っていうのを政治的に運用するっていうのは非常になかなか難しいと。簡単に言うと2つの藩が戦っていてるその間で自分は中立だということを宣言したところでですね、片方がその長岡藩が不利になることに長岡藩が中立することによって片方が不利になると、不利になった方はその中立のやってる長岡藩を、まあ、敵だと、まあ、見なさざるを得ないというふうなこともあるので、まあこの辺り非常に難しい選択をしたのかなというふうに思います。まあ残念ながら前線はしたんですけれども、負けてしまうということになります。で、長岡藩の近くにですね、船岡山という場所があるんですけれども、結果的に西軍もですねかなりの、死者が出ましたので、まあお墓が作られて、います。でまたですね、こちら西軍新政府軍ですね、あと旭山の山麓に裏から裏に東軍墓地ということで東軍側のお墓もあります。ただこの東軍墓地と言いつつですね、ここの真ん中のお墓がですね、新政府軍
ですね、松下村塾のですね、時山直八の墓が実はここにあります。でなんで東軍の墓なのに時山直八、長州藩の藩士の墓があるのかというと、実はその遺体を収容して埋葬するときにですね、その村民の人がやっぱり当時の、まあ、官軍ですね、目をはばかってですね、要は亡くなった人を埋葬するためにここに墓地を作ったんだという言い訳のために、まあ東軍西軍を問わずの墓だということで時山直八をその象徴としてですね、ここに墓を建てたというふうなことになります。まあ結果的にですね、これが元で長岡藩というのは、非常に大きな町がほぼ焼けてしまうという状況に陥ってしまいました。ではい、うんですね、はい、で今度は白川の話がちょっと相前後するんですけれども、じゃ白川ですけれど、白川は、まあ、先ほどお話ししましたように藩がなかったものですから、本当は棚倉からその当時いた松井松平氏が白川に入れ替えてくることになっていたんですけれども、それが、川越の方に移封されまして、で新しい大名が入らないままに戊辰戦争を迎えることになりました。それなので白川は会津藩と大越列藩同盟、そして新政府軍の戦場として存在いたしました。で通話のほとんどが藩があるんですけれど、藩があればその城を枕に打ち陣するという、そういうその守らなくちゃならないという、そういうあれが働くんですけれども、そういう状況にはありませんでした。で、白川は、結局は、要するに地理的な条件から、白川城をの争奪戦といいますか、奪還戦になっていくんですね。会津藩が負けると、その後は奪還戦が繰り返されまして、それは白川百日戦争とも言われているんですけれども、ほぼ100日の間総攻撃と小戦闘を繰り返して、そして7月の末に砲撃が耐えることになります。大越列藩同盟軍が戦った唯一の場所です。大越列藩同盟ってできたばっかりで白川に来るんですけれども、最初の日に5月1日に激戦があって、負けるともうみんな敗退して国元に帰ったりとかする状況ですので、組織として戦ったのは白川でが唯一でした。遠藤さん、この大越列藩同盟って簡単に説明できます？もともとこの大宇諸藩が、連合して会津藩の降伏を、受け入れてもらおうということで嘆願書を出したって、まあ、さっき話をさせていただいたんですけど、それが結局、受け入れ却下ということに、新政府軍が却下ということで、でその後、まあ、世良修造、参謀の世良長州の新政府側の世良修造が、まあ、暗殺されるということで、まあ、事実上軍事的にこう対立せざるを得ないという形になるんですけど、ただまあ大宇諸藩としては一応団結して、京都の新政府、京都の新政府の本営と、まあ、なんとかこう交渉をして、戦争を
起こさないようっていうか、まあ、そういうこともまあか考えて、大諸藩で合同で行動を起こしましょうっていうのがこの同盟軍という形なんですけど、ですんで最初はその京都の朝廷と直接交渉して戦争を避けたいというところでこう作った同盟軍なんですけど、ただ結果的に新政府はあくまで武力で倒すということになるので、まあ、結果的にはその新政府軍と結局軍事的に対立していくということになるので、まあ、東北諸藩この奥羽列藩同盟の構想としては京都の朝廷とこう東北諸藩との意向をこう反映するという意味でこうなんとかなんですか、独立国家じゃないですけどまあ、なんとか東北のこの権利を認めてもらって戦争を起こさないように解決してほしいということで、まあ、政治的な同盟からまあ軍事的な同盟みたいなところで、まあ、そういうこう意識を持った同盟なんですけど、結果的にはやっぱり戦いで負けてしまうので途中からまあグタグタになってもう分裂していくという、最終的には会津側に当然つくついてる、あ、そうですね、軍と同盟ということなんですね。はい、あ、なるほど、ちょっとなかなか難しいんですけど、はい、あ、もう兄さん、はい、お願いします。新選組が一番長く戦った場所というふうになっていますけれども、今のお話ししているのは白河藩がなかったので、まあ、白河の、特徴ということでお話をさせていただいているんですけれども、まあ、会津にいた新選組が白河に来まして、およそ70日近くでしたかね、戦っているんですけれども、新選組が戦争らしい戦争を戦った場所と言えると思います。それとまたあまり知られていないかもしれませんけれども、土方歳三が復帰された場所です。これまで7月1日に復帰したっていうようなことが前のあたりは、復帰っていうのはどういう意味で、負傷して、負傷してて戦場に出れなかった状態から、うん、はい、それで6月26日に白河に来てるということが、あれは谷口四郎兵衛という人の日記に書かれています。はい、それでですね、この中島昇という人が戦後ですね、遊兵中に、函館で遊兵中に戦友姿へという新選組の戦死した大使たちの絵を描いたんですけれども、それが28名の方を描いているんですね。その方、そのうちの28名のうちの14名と土方、全部で15名が白河新選組になります。ですから、いかに白河がそういう新選組が活躍というか、まあ、戦う場所だったかということですね。また白河に縁がある新選組大使としては、沖田総司が白河藩の藩士の子ということで有名です。それから、最初白河は閏4月20日慶応4年っていうのは閏年の次にですね、慶応4年4月と閏4月というのがありまして、閏4月の20日にまずは最初会津藩が小峰城を襲撃します。で、大政奉還後に、先ほど申しましたけれども新政府が管理してたところに世良参謀が小峰城に入って指揮をしております。で、そこで会津をこう攻めるようにということを各藩に言うんですけれど、みんな動かないんですね。その会津に
同情をして9回嘆願をしているところでしたから、動かないので、今度はあのセラはその白河に援軍をあのもらうためと、それから総督府を白河に移そうとして仙台に向かいました。その途中の福島で暗殺というか殺されるわけですね。でそれで小峰城は会津兵が占拠することになります。そして会津兵が占拠するんですけれども、その時にその政府から言われて、新政府から言われて管理してた日本松藩などは、日本松藩兵などは白川城の本丸などに火を放って退去しています。その後初戦が4月25日にあります。西軍が攻めてくるんですけれども、その時は東軍が撃退しま、あれです、退けました。で東軍が勝ったのはこの日たった1日1回だけです。その後4月25日の後にいわゆる白川口の戦いの代表的な5月1日の戦いというんですけれども、これが最大の激日で、薩長それから押し大垣などがの西軍兵が700名ほどが白川に向かって攻めてきます。でこの時の東軍の兵力っていうのは2800ぐらいと言われておりますが、この日も半日でやはり白川は西軍に負けるんですけれども、その時の西軍の戦死者は約20人、そしてなんと東軍は700名が1日で戦死しています。でその後は後方基地として白川は存在します。で白川から北上するその後方基地として物資の中継地とか、それから兵力増強のための中継基地として、新政府軍の後方基地になるわけですね。新政府が5月1日に勝利をしますから、で東軍は皆逃げ落ちるというか、そういう状況ですね。はい。まあ、街中、その時、ちょっとしたエピソードというかですね、結局、戦場でしたけれども、もうほとんどもう奪還戦をみんな退けていくんですね。ですので、5月1日の戦いが止むと、みんな街中には町民が戻ってくるんですね。なので、新政軍の病院のこう、なんていうんですか、隊長として来た佐藤進もといって、佐藤大善、順天堂の佐藤大善の息子になるんですけれど、佐藤進が白河の何て言うんですか、病院、あれですね、何て言いましたっけ、病院じゃなくて要するに人と同じですね、関関西と同じ、はい、どういう立場でしたっけ、赤十字じゃなくて、そうですね、手当てをする、敵味方関係なく手当てをするということですか、はい、その官軍についてきた、あれなんですけれども、医者なんですけれども、その人が父の大善宛てにね、出した手紙には、その白川のその時の様子っていうのは、なんか不夜城とこう 見まがうばかりに、すごいこの三千とかか町の中が輝いていて、吉原の灯籠も親子かずというようなことを手紙に書いています。だから、その戦場ではありますけれども、そういう一面もあったということですね。そしてその時に、兵士と
兵隊とそれから、まあ、の町民たちの間にはやっぱり交流もできまして、その時の、その時ちょうど盆の季節になってたもんですから、町民が踊ってる盆踊りの中に長州兵とか大垣兵とかその看護の人たちが混ざって一緒に踊ったというようなことが今その戊辰戦争の後ずっと踊られてたと踊られて、白川踊りという名称で今山口県下で踊られているというようなことがあります、はい、白川の特徴、これは小丸山、稲荷山から望む西軍の陣地ということなんですけれども、これで言うとどこにあったの？この辺？そうですね、米山の地、集まってるところですね、その九番町関門の、はい、そこですね、そこが稲荷山なんですけれども、江戸の方から向かっていって奥州街道を攻め上っていくんですけれども、その突き当たったその城下の入り口のところに稲荷山というのがありまして、この今の左側の写真なんですけれども、ここに西郷頼母が陣を敷いて指揮をしました。それでその向こう側が、新政府軍が布陣した主に薩摩兵大山巌が大砲を据えて戦った陣地となった場所です。でこの向かい合っているんですけれども、向こうが小丸山、こちらが稲荷山なんですけれども、その間隔というの、距離というのはなんか500メートルぐらいなんですけれど、この時にその大砲の飛距離というのはの差がありまして、東軍の大砲の弾は田んぼの中に落ちるんですけれど届かなかったんですけれども、向こうから の新政府軍の砲弾は届いたというような、こちらの山から新政府軍が大砲撃ったこっちに届いたんだけど、はい、うん、こっち の 東軍側が撃ったのはこの辺に落ちてしまった、はい、そういう場所です、はい、そしてまあその隣にあるのが、まあその時の総督だった白川口総督だった会津藩の家老の西郷頼母が作ったカタツムリの碑、火牛碑というんですけれども、それが後からできた碑がそこに同じところに後で建てられました。また遊女茂の掛け軸というのがありますけれども、これは世良修造が、白川にいた時に、まあ旅籠にいる、まあ、遊女と、まあですね、その物語じゃないですけれども、うん、一緒に、まあ、過ごして、それを恨みに思った会津兵が後からに殺されるというような、そういうなんていうんですかね、伝説みたいな、そういう人がいました。ですね、これは白川はそういう場所ですので、まあ、いろんなお墓とかがあるんですけれども、薩摩藩墓所、一番上が薩摩藩墓所なんですけれども、これは小峰城と並ぶところにありまして、その元小峰城の三の丸のうちに入ります。そのお城の中に結局は墓所を作ったということですね。それから、下は西軍墓地、これは白川の市内にあるんですけれど、長寿院というお寺なんですが、ここは昔は観音寺と言われていました。なので長州、土佐、大垣、それから佐渡原とか黒羽の藩のお墓がありますね。で、元はここに薩摩藩のお墓もあったんですけれども、それがその上の薩摩藩墓所に大正になってから改装されまして、そこに合葬されております。あとこの右下のお墓は
飯野藩、いろんなところから、まあ、いろんな藩から白川に集まってきていますけれども、飯野藩っていうのは、会津藩の、会津藩の、照姫、という方が飯野藩から、あれですね、養女になって来てたんですけれども、うん、そのために飯野藩の所属してた森王蔵という方が、この方は千葉道場、千葉周作 の道場の四天王と言われた方なんですけれども、その方が、まあ、飯野藩を脱藩して、そして会津の応援に来て、それで白川口で亡くなったという、そういう方のお墓もあります。ですかね。あと、南無阿弥陀仏碑というんですけれども、これは白川市内に八ッ田川というのが流れておりまして、そしてそこの橋の脇、橋の裾のところにこの碑が立っているんですが、これはどういう碑かと言いますと、その逃げ惑うその東軍兵を、新政府軍が橋のたもとで捕まえて、そしてそこで首を切ってその川に投げ捨てられたというところで、血染めの川と言われたその八ッ田川というところの、その橋の裾に立っているその慰霊碑です。右側の和気本陣柳屋というのは、白川に新選組が来たと言いましたけれども、まあ、そこに宿泊した和気本陣でした。でここには、まあ、明治天皇が行幸するときに、まあ、泊まったり休んだりした場所でもあります。まあ、そんなところも戊辰のゆかりの場所としてあります。以上です。棚倉藩がありました。棚倉藩ですけれど、兵庫開港の責任を負わされ安倍家は白川、そして棚倉へ領地がということでした。で、棚倉藩は大越列藩同盟に加盟して、参加して戦っておりまして、棚倉街道の白川への入り口である桜町関門というところを守って守備しました。ちょっとだけ、はい、白川の隣にあるのがちょうど棚倉なので、場所的には白川の隣ということです、ね。そうですね。はい。戊辰の前年に安倍家が入封して、戊辰の前々年に命令が出て、違法命令が出るんですけれども、実際に違法して書類を交わして違法したっていうのは、その本当に前年なんですね。ですからまだ移って落ち着かない間もなくの状況で、本当に混沌とした状況で、棚倉城は落城というか、まあ棚倉藩兵がその城に火をつけて、そして退却して落城しております。それでこの翌日、棚倉が落城した翌日にはですね、白川方面に一旦戻って、いちご高田藩城というのがその、時あったんですね。3万3千石もあったんですよ。そこを攻めまして、そしてその時のそのいちご高田藩っていうのは、本藩はいちご高田の方の本藩はを標準しておりまして、ですが、その分領だったその、陣屋があった釜の子陣屋というんですけれども、そこのその人たちは結局は会津藩からの催促もありましたし、その地理的それこそ環境から、まあ、会津側に加担せざるを得なくって、まあ、会津藩に、について戦うということになりました。
その後、会津藩、あ、ごめんなさい、それで、うん、土佐の板垣退助がその、6月24日だったんですけれども、日本海からじゃない、平方から、太平洋の平方から、援軍が来るという、その日に合わせて、その、棚倉に1ヶ月ほど駐留しています。で、板垣退助が攻めて、その、まあ、落城をさせるわけなんですけれども、平方の軍が入ってくる、ことに連動して、そして一緒になって、その後、三春藩を攻め、二本松に移るというような順路になりますね。天狗党の痕跡ということですけれども、まあ、水戸っていうのは本当に棚倉のもうちょっと先になる、隣の、今で言うと県になりますけれども、水戸天狗党の痕跡というか、天狗党が、闇祖さんにこもったりしましてですね、そういう人たちが隊長というか、そういう立場の人が田中玄三という人で、そういう方と一緒にいろんな人たちがこう逃げ落ちて、そして棚倉寮に逃げ落ちてきます。で、その人たちのお墓とか慰霊碑なんかが棚倉とか、それからその近在にですね、点在しています。それから16その蓮華寺っていうのが今出ましたかね。ここの蓮華寺というところに棚倉なんですけれども、ここに土佐藩の板垣退助たちが1ヶ月ほど駐留しました。ここは安倍家の菩提寺であります。はい、はい、そして最後に、仙台ガラスと16捧げ、泣けら官軍高枕というザレ歌があるんですけれども、まあ、聞いたことがある人もいると思うんですけれども、まあ、要するに仙台ガラスっていうのは細谷十太夫という仙台の幕府とかいろんな人たちを集めて隊を独自に作って、あれですね、旧幕府軍と一緒になって戦った人なんですけれども、それがすごく野獣とかをして強かったということなんですけれども、その仙台からすと16捧げ、白川に16捧げたいというのが棚倉藩にありました。で、その2つのですね、そういう人たちがいなかったら官軍は高枕で勝てたっていうような、まあ、ざれ歌なんですけれども、この16捧げを作った隊長っていうのは、安倍家の一門で、安倍内膳という人でした。で、この方は、戦後、戦争の首謀者っていうのを新政府から、こう、届け出るようにと言われたときに、大概のところでは、藩主は死亡者っていうわけにはいかないもんですから、大概が家老とかをの名前を出して、家老があれですね、切腹したりとかして責任を取るんですけれども、白川じゃない棚倉藩はその時亡くなっていたその安倍家一門の安倍内膳を戦争死亡者として届け出ています。そんなところですかね。はい。はい、写真は簡単に。写真はこれ棚倉藩の鎮永根碑って言うんですけれども、これが白川の南湖公園というところにありまして、ここに白川で亡くなった白川口の戦いで亡くなった人たちの戦死者の名前を刻んで刻銘をして、そしてここに建てました。それで
この時に中心になった方がその時の白川藩の家老トップの家老だった平田團右衛門っていう方です。本当は多分この方が責任を取らなくちゃいけない立場だったと思いますが、なんかまあ一説によりますと薩摩の人切り半次郎切りの年明け、その人となんかですねちょっと関係がありまして、そういうことで安倍内膳が身代わりになったというようなことの説もあるようです。はい、あこれですね、これが安倍内膳正弘といって、これは白河に朝鮮寺というのがありまして、でそこにお墓があります。はい、それから先ほどお話ししました越後高田藩の、まあ、慰霊碑なんですけれども、これが白河市の東鎌の子というところに、朝殿寺というところに並んでいます。でこの天閣っていうのが榎本舞踊が書いておりまして、この中の線文は山川広志会津藩の最後の家老だった家老の立場になった山川広志が、まあ、高田藩の立場をですね書いております。はい、以上です。はい、あれですね、白河でも戦いがあっていろんな人が亡くなったという、東軍西軍問わずお墓もあるということですね。そうですね、はい、何しろ100日でしたから、まあ、いろんな痕跡がたくさんあるということです。はい、もう時間の方もだいぶなくなってきたので、最後のところに進めたいと思います。戊辰戦争が終わってですね、まあ、その後のこととか、まあ、現在のこととかを簡単にちょっと説明して、今の評価はどうなのかということをちょっと述べたいと思いますけれども、長岡市の方は私の方から説明させていただきますと、戊辰戦争では長岡市、長岡の町は焼け野原になります。焼け野原になって、非常に困窮状態になります。でそれでですね、まあ、隣の藩の峰山藩というところからですね、まあ、救援のために米100俵というのが、送り届けられます。米100俵と聞いて米100俵の逸話を思い出す方、美談ですかね、思い出す方もおられると思いますけれども、その舞台にも、なります。河合継之助と、まあ、政治的ライバルだった長岡藩の小林寅三郎という人がですね、米を配られた時に、食ってしまえばすぐになくなってしまってまた飢えるということで、これから将来飢えないようにするためにこの米100俵を売って学校を建てて、将来長岡藩がちゃんと食べていけるようにするということで、今食べてしまうよりも将来に備えようというふうなことを言います。でその銅像が実は信濃川赤藩にありまして、これが小林寅三郎 でその困窮した藩士たちがですね米を分けろと来るんですけども、今言ったようなことで学校を建てたというあれですね、小泉首相が持ち上げた米発表の逸話ですね。あと長岡ではですね、その河合継之助のことを尊敬していたと言われるのが海軍の連合艦隊の山本一郎君で、あります。で何ていうかな、海軍の軍縮条約を進めるときにはですね、自分は河合継之助の気持ちになって、軍縮を進めるというふうなこと、まあ、結果的には最後の方はうまくいかなかったんですけども、そういうことで、さてこの実際ですね、長岡での河合継之助の評価なんですけれども、実際に戦争をせずに恭順してもよかったんじゃないのか。で、戦争をしたがゆえにですね、長岡の町が焼けて、でその後要は負けた藩ですね、まあ一応明治の時には賊軍と言われておりますけれども、がその何て言うかな、その新しい役職っていうか働き口ですね、特にまあ今でいう公務員ですね、の役職
そういうところになかなかつけないというふうなことがあったりとかしてですね、そういうことからですね、まあ河合困窮に至った戦争を始めた河合継之助の評価っていうのは、微妙であります。まあ一つは先ほど言いましたように町を焼いた張本人ではないかという評価と、もう一つはいや義を貫いて徳川家のために戦ったっていう英雄で、なおかつ善戦をしたということで英雄としての扱いもあります。なんですけど、その2つがまだまだ今でも対立しているということ。ただちょっと難しいのが、それをですね、県外じゃないな、長岡市外の人がですね、河合継之助は良くないねなんということをですね言うとですね、俗に今言って批判している人からも怒られてしまって、してます。お前に河合継之助の気持ちが分かるのかということで、ですので、一応評価は分かれているものでですね、長岡で河合継之助の話をするっていうのは非常にまあ難しいのかなと思います。またあとですね、今でもよく言われるんですが、継ぐ継ぎ論争っていうのがあります。で、先ほどガトリング砲の写真出しましたけども、あそこに河合継之助記念館ということで、継ぎって発音する。河合継之助記念館があります。一方ですね、只見の会津塩沢には河合継之助というふうな発音で、記念館が、2つあります。でですね、今でもですね、どちらの発音が正しいの正しくないのという論争がですね、今でも、あります。で、なんかそういうなんていうか、そういう論争の場面に遭遇したことがあります。で、まあ私とかは、まあ、別に継ぐでも継ぎでもどちらでもいいんじゃないのなんて言うと、まただよ、どちらでもいいなんてどういうこと、人の名前でどちらでもいいなんてどういうことだって怒られるという、まあ、ちょっと非常に微妙なところもあります。まあ私としてはですね、とにかく良い悪いは別にしても、やっぱり戊辰戦争、今となっては河合継之助はいい悪いは別にしても、まあ、英雄、長岡の英雄だったのではないかなというふうに思ったりもします。はい、はい、じゃあ日本はその後のことについて遠藤さん、はい、そしたら簡単に戊辰戦争後の二本松ということで、話をさせていただきます。二本松藩は、まあ、落城して戊辰戦争が終わるということで、二本松藩は一応石高としては10万700石だったんですけど、まあ、それが5万石半分減らされて5万石で一応復帰をさせてもらうということになります。ただその後、まあ廃藩置県になるので、まあ、藩自体もまあなくなってしまうというところで、まあ、その後の二本松というと、やっぱり戦争で町もまあ荒廃しているという状況で、まあ、どうやってこう復興をまあするのかという中で、まあ、一つ大きなことをちょっと挙げるとすると、この、二本松製糸会社というのが、まあ、明治6年にできたと言われています。僕もちょっとこの辺のことは僕もちょっとまだ勉強不足なんですけど、まあ、調べてみると結構すごくてですね、でこの創立者が山田治という、まあ、この人も旧二本松藩の、士族の人で、で一応まあ民間会社で、日本松製糸会社ということで、まあ、生糸を機械で生産するという会社を作ったと。でこれがですね、今世界遺産になっている富岡製糸場となんかほぼ同じくらいの規模での、会社だったというふうに言われてて、まあ、当時はですね、官の、国の官の、富岡で民の二本松というふうに言われるくらいですね、かなり大規模だったということで、明治10年にはニューヨークにですね、この会社の支店を出すくらいの製品も、かなりいい製品を作って、まあ、輸出もかなり大きくやったということで、まあ、これ二本松の復興にまあ大きく役立ったというふうに言われてまして、で、まあ、女工さんですね、こちらも150人くらい雇ったとかっていう話もあるので、まあ、かなりこう復興に役立ったのかなというふうにも思います。ただ残念ながら大正14年に一応会社としては、まあ、閉鎖して、まあ、なくなってしまうと
ということなんですけども、まあこれなぜこんなにうまくいったかっていうと、まあ東北方面養蚕とかがまあ盛んだったので、まあそういう良質の養蚕の農家の人からまあ糸をこう購入できたということが、このまあニューヨークの方まで輸出くらいするくらいかなりこう復興に役立ったと。だからまあちょっと個人的な意見で、この戊辰戦争があと5年くらい先だったら、この生糸を、まあ、日本の輸出産業の、主力の輸出製品になるので、まあ、これを外国に売って、軍備を調達して、薩長と同じくらいの最新兵器を購入できてたら、まあ、互角以上に戦えてたんではないかなと、勝手にちょっと思っています。はい。で、あともう一つ、まあ、話をする、挙げるとすると、当然日本松藩も、戦争で負けて、まあ、賊軍という扱いになりますので、なかなかそのこの後政治家とか軍人とかでも、まあ、なかなかこう上の方まで行けないということで、まあ、会津藩も他の藩もそうなんですけど、こう教育界にこう進出していったというのが多いんですけど、まあ、その中でもですね、日本松出身のこの浅川寛一という人が、まあ、後にこう日米開戦の阻止をするために、まあ、いろいろ紛争したという方がいますので、まあ、ちょっとこの方はまあ紹介させていただきたいなと。でこの方はもともと明治6年生まれなので、戊辰戦争自体にはまあ参加してないんですけども、まあ、この方のお父さんですね、浅川正純というお父さんがいるんですけども、まあ、この人は、まあ、日本松藩士で戊辰戦争で、まあ、戦っているということで、まあ、この人も戦後小学校かなんかの教員を、まあ、30年くらいやってということで、まあ、そこの長男ということ で、まあ、でこの人は、まあ、かなり勉強もできたみたい で最終的には早稲田大学を、まあ、今でいう早稲田大学を卒業して、まあ、最終的にアメリカのエール大学の、まあ、教授まで、まあ、日本人で初めてのエール大学の教授だというふうに言われてるんですけど、まあ、この方がですね、まあ何ていうか、僕もちょっと細かいこと分かんないんですけど、西洋と東洋のこの封建制度の比較を研究した方で、まあ、それがなんかアメリカとか、まあ、海外で結構評価をされて、まあ、世界的な歴史学者だというふうにまあ言われてるんですけど、まあ、この方はまあ日露戦争の後のこの日本のこの外交ですよね、中国の方に進出していくということで、まあ、海外からはあんまりちょっと理解されないので、このまま進んでいくと日本は大変なことになるということを、まあ警鐘を鳴らし続けて、やっぱり日米開戦の直前までですね、なんとかこう開戦をしないようにということで、アメリカの当時のルーズベルト大統領の親書を起草して、で、昭和天皇に親書を送って、なんとか開戦を阻止しようということで、まあ、奔走したという人なんですけども、まあ、残念ながらちょっと時間、まあ、ちょっと時期が遅すぎたということで、まあ、開戦をまあ阻止できなかったということ、ことなんですけども、まあ、こういう最後までですね、まあ、戊辰戦争もそうですけど、開戦をこうなんとか平和的に、もう戦争にならないように奔走したという人がいたということも、まあ、二本松の人がいたということも、ちょっと、まあ、あまり知られてない人なので、まあ、知っていただければありがたいなというふうに思います。以上でお願いします。はい、じゃあ最後、アンジさんから白川についてその後。白川は、まあ先ほども申しましたけれど、東西の別なくこう工芸を保けてきたというようなそういうスタンスなんですけれど、それを表している司馬遼太郎さんの言葉があるんですね。それをちょっとご紹介したいと思います。これは街道を行く の白川会津 の道に出ております。まあ、白川が慰霊碑が多いということで、こういうふうにおっしゃってます。白川の庶民は戦争の時は息を潜めて住むのを待ち、その都度両軍の戦死者を埋葬してやった。
囲碁白河はほどんとが無縁仏になったこれら戦死者の墓を120年間守ってきたのである。人情頓行の地と言わざるを得ない。これをお書きになったのは司馬さんが戊辰の120年の年に白河においでになった時なんですね。ですので、まあ、120年というふうに書いてあるんですけれども、まあ、そういうところで、地域での、まあ、慰霊祭っていうのが、まあ、あちこちで行われていて、例えば会津藩の、慰霊祭ですと毎年6月の第1日曜日ですとか、まあ、仙台はいついつとかっていうふうなことで行われています。それから白河以北人山百門というのが何ですか、よくキャッチフレーズみたくというか侮りの言葉ですよね。これはね東北を侮る言葉なんですけれども、その言葉から河北新報というのは命名されたということです。また原隆はそこから郷を一山というふうにして、まあ、人山百門という印も用いた、印鑑を用いたともということでもあります。これは写真が出てきます。東にそれが ないんですよね。すいません、うん、まあ最近ですけれども東日本大震災で倒れた慰霊碑の修復ということなんですけども、まあ、ちょっとこれ個人的に関わりまして、私が携わった震災の後に携わったその桜プロジェクトというのでパンフレットを作ったんですね。白河口の戦いのスポットを案内するパンフレットを作ったんですけれども、それを東京の方から来られた家族が小峰城 のところで見たらしくって、そしてそこに自分の先祖の墓があるということを見つけて、そのパンフレットの中に、そして私がいた事務所に訪ねてこられました。でそれを後から後からというか、それが倒れているということが、うん、お伝えしたら、それをなんとか修復したいということで、まあ、それに、まあ、いろいろ協力して、すごい大きい慰霊碑なんですね、仙台藩の。で、そんなことも戦後のことという、現在のことということで、ちょっと入れてみました。うん、なんで、これが会津藩墓所です。それから時間もしてるので、わかりました。はい。会津藩のお墓がありまして、それが奥州街道を登ってきたその稲荷山の裾にあります。で、その奥州街道を挟んだ向かい側に、こちらに右手にあるのが、大垣、長州大垣六名墓というお墓で、ここにはもともとは薩摩の人たちも埋葬されてて、それが先ほどの薩摩藩墓所に改装されています。はい、これは仙台藩 のお墓なんですけど、156人だったかなの人たちが埋葬された場所です。そこで毎年5月3日に慰霊祭が地元の人によってこのように行われております。はい、ちゃんとあった、はい、そして、その後、2018年だったかな、2015年に戊辰の日ってありますけれども、稲荷山に、こういう碑が作られました。ここで亡くなった1000人以上の名前がその各藩ごとに刻まれております。はい、でその後、これは、150年の記念事業として、まあ、合同慰霊祭というのが行われました。これあれですか、神道と仏教と両方で、はい、なるほど。で、ここの中にはこの右側のお坊さんの中には、うん、あれです、京都の金戒光明寺の会津藩のお墓がある金戒光明寺の塔頭である西雲院の
あの橋本住職もこの中に混ざってくださって読経してくださいました。はい、はい、あのちょっと、ね、すいません時間も2時間も喋らさせていただきましたけども、一応あの定談ということでなかなかうまくあの時間配分とかできませんでしたけれどもですね、一応これで終了ということで、したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もしあの答えられる範囲で答えますけれども、何かご質問とか。はい、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 どうなんですかね。うん、まあ一応、うん、あの徳川慶喜が大政を奉還してね、してしましたよね。で合図もあの確かあの、標準というか出してるんだけれども、結局、それに対して新政府の方が許されなかった。藩主があれ腹を切れまで行ったんでしたっけ、会津藩の。そう、最初は多分根本、うん、最初のあれは、そうですね。で、まあ、慶喜が、まあ、逃げまくったんで、で結局最後ね、あのそうですよね。はい。はい。あれは結局、ごめんなさい、ちょっと細かい、ちょっと年数、ごめんなさい、ちょっと把握しないんですけど、まあ、少年隊の存在が知られるようになったのは、確か、戊辰戦争後50年の慰霊祭の時ですよね。で、それで、まあ、少年隊のこう存在みたいなのが、まあ、公になって、でそれから、まあ、調査とかが始まってっていうことだと思うんですけど、まあ、なんで遅かった、はい、あ、まあ、隠さ、まあ、そうですね、まあ、全体的になんていうんですかね、こう、まあ、俗軍の方なので、あまりこの俗軍とされてるので、あんまりこう詳しいというか、こっちから公にあんまり、話をすること自体もやっぱり、はばかられてた雰囲気が、まあ、あったんじゃないのかなと。はい。佐賀官兵衛が言ってるんですけども、公文のやり方は、もちろん、いい検討員じゃなくて、そこら辺から集めてきたのもいるわけです。非人間的な行動をしてるから、私はそれと戦ってるんだっていう言葉を書いてるんです。もし、そんな非人道的なことをしなければ、私はいつでも降伏しましょう。佐賀官兵衛。これに対してどう思う？そんな非人道的なことをやってきたのかな？それは、今となっては分からないと思います。それは戦争、うん、戦争をするときに、相手のことの非をつらつら上げるっていうのは、両方あったというふうに思います。はい、はい、孔明天皇の毒殺と、それから坂本龍馬の暗殺、これはどう思う？どっちがどうだ？まあどうですかね。一応岩倉具視が黒幕ではないかと、孔明天皇のね。まあでもそれも結局今となってはわからないでしょうね。それは出せないんじゃないですか。あとはあれじゃないですか、はっきりした証拠があればまた別はですね。でもそうだと言われてます。そうだと言われてますけど、それを出したところでそうじゃないというあのも出ると思いますけども。どうなんですかね。それはわからないですね。結局あれだけ坂本龍馬の暗殺に対して研究者が研究をしまくっているにもかかわらず、わからないということは、
それは我々では分かりません残念ながら、はい、中本龍馬はもう歴史的にあんまり関係ないと言われてますね。あのしあとは関係ないというのはどういう意味でしょう。あんまり独学で知ってないから、あの覚えなくていいんだって吉田翔平さん。まあ、だからそれも考え方だと思います。はいはいはい、思います。はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、どうもありがとうございました。